皆さん、こんにちは、こんばんは、レイクです。えーと、実は、えっ、ー、とー、実はですね、UV レジンを、えー、作成したものとか、えっ、ー、と、UV レジン材料のご紹介の動画を、あの、取りだめしてたんですけれども、ちょっと SD カードの方が破損してしまいまして、 ええとね、三つぐらい取りだめしてたんですけどね、あの、年、年始すぐアップできるようにと思ったんですけど、ちょっとね、と、あのー、まあ、明日の日になるので、まあ、作、作成してるところなんかは、ええー、できるかなとは思うんですけど、えっ、ー、と、UV レジン材料の方が、ちょっと取りだめしてたのに、 あのー、SD カードの方が壊れちゃうとね、あの、録画して保存が SD カードだったんですよ。なのでね、えっ、ー、と、ちょっとね、UV レジン大量の方は、ご紹介がちょっと、えっ、ー、と、遅れるかもしれません。えっ、ー、と、UV レジン作成の本に関しては、明日、えっ、ー、と、作成する予定なので、えっ、ー、と、そちらの方を、 えー、アップできたらと思いますはい、えっ、ー、と、今回はこのようなお知らせになりました。もうね、本当ね、あの、お正月友達のうちに行った時に、まあ、今、友達と、あの、スマートフォンやタブレットでゲームをお互いやっていて、まあ、それをね、お正月にやってたら、やってる途中で発音してしまったんですよ。 で、あー、最悪ーと思って、もうタブレットはなんか充電ができないし、スマートフォンはなんか SD カードが外損しても、もう最悪な状況でした。まあ、とは言っても、えーと、明後日行くようなので、行く予定なので、まあ、その時に、えーと、その後、ん、できるかな。ちょっとわかんないんですけど、まあ、あのー、 明日のね、UV レジンの作業についてはアップできたいと思っています。はい。今日の動画はちょっと、あの、ご礼のことがありました。はい。えっ、ー、と、またこれからも、えー、私、私の作品や材料などの参考になったら、本当に幸いに思います。またチャンネル登録や、えっ、ー、と、グッドボタンもお願いいたします。それでは次回の動画まで。またねー。